こんばんは、作曲家の和田貴文でございます。以前から取り上げておりますイーストウエストのファンタジーオーケストラシリーズ、こちらのですね最新作ファンタジーボイセスというのがリリースされました。それで私も今ちょっと触っててなんとなく分かってきたので今日はこちらのご紹介をしたいと思います。まずこのファンタジーシリーズというのはファンタジックな世界観だったりとか民族楽器とかそういった世界観のものにフォーカスした専用の音源なんですね。イーストウエスト社はですね、もともとオーケストラ音源をたくさん出していて、まあ、オーケストラ以外も出してますけれどもその中でですね特にこのファンタジックなものにフォーカスしたということでゲームだとか映画の世界そういった音楽を作りたいという方にはぴったりな音源なんですね。で今までファンタジーストリングスブラスト出ましてその後にファンタジーウィンズ木管ですね。でファンタジーパーカッションと4製品出てきました。そして今回ファンタジーボイセス、ボイスですね、声です。私もこれすごい楽しみにしていてどんな声が入っているのかなってワクワクしてたんですね。まあ、後ほど詳しく、お見せしますけれども、まあ、当たり前ですけどなんか常夏のラテンっぽいようなそういう声とかもちろん入っていなくてですね内容もですねいろんな人の声が入っているというかは、おそらく一人のボーカリストの方がいろんな歌い方でサンプリングしているといった感じでした。今この後ろで流れているものがイーストウエスト社のデモ音源になっております。まあ、こんなことができるんだなと私も見てて、感心してしまいました。やはり道具は使い方次第ということで早速音源の方私も触ってみたいと思います。はい、このように今まで出てきたブラスとかパーカッションストリングスウッドウィンズというものがここに並んでましてこのボイスの中にまず6つのカテゴリーに分かれてますね。サスティン、レガート、ワーズ、フレイズ、クワイアー、キースイッチといった6項目に分かれてまして上から5つサステイン、レガート、ワーズ、フレーズ、クワイアーこれらの単体で入ってるプリセットがキースイッチで切り替えられるようになってるのがこのキースイッチというフォルダに入ってるものですね。じゃあちょっとそれぞれどんなものが入ってるのか軽く見ていきたいと思います。じゃあサステインのソロボイスですね。あ、い、お、うと言葉がまず分かれていてそれぞれノンビブラート、ビブラートが入ってるって感じですね。それぞれノンビブラート、ビブラートまあこういった感じですね。サスティンがあってレガートこれソロボイスになってますね。ポルタメントするんですね。これがアとウが入ってますね。そして3つ目のワーズこれはですねソロボイスなんですけれどもこのようにこのプリセットは1単語が鍵盤をしても同じ単語になっちゃいますね。なので同じ単語で音程だけ変えたいときはこのプリセットを選ぶと。で次にフレーズこちらは鍵盤にいろんなフレーズが割り当ててあります。
といった感じで、いわゆるサンプリングですよね。サンプリングしたフレーズが鍵盤に割り当ててあるっていう感じですね。なので鍵盤の例えばどうしたらどの音が出るっていうわけじゃなくて、ただプレイバックのスイッチをしてるだけなので、どういう音程なのかっていうのを分かった上で押さないと、そのままMIDIデータ鳴らしたりすると変な音程で鳴っちゃうってことも起きますよね。こんな感じで結構いろんな声色で歌っているんですけれども、でも歌ってる人は同じ人っぽいんですよね。なので声の統一感がありながらもいろんなバリエーションが作れるっていう感じですね。こういった感じでフレーズがこうつながってできそうな感じになってるんで、組み合わせることによってメロディーを作ったりもできるってことですよね。激しいのもありますね。このフレーズのとこが一番面白いかもしれないですよね。これはもういくらあってもいいですもんね。あ、ちなみにここのプリセットの名前のところに Am とか Dm とか書いてあるんで、これがこの実際歌ってるフレーズのキーですね。まあ Dm ってのを選んだら Dm か F メジャーかっていうところに合わさるような感じですね。Am だったら Am と C、だから発見ですね。発見のキーが合うと。そういった感じになってるみたいですね。いや、これはもういっぱい欲しいですね。シャウトなんてのもありますね。なんかワンショットっぽい感じですね。じゃあ次いきます。5つ目はクワイア。こちらはメンズ、ウィミンズっていうんで男性女性で分かれてますね。でそれぞれあいうおと発声が変えてあると。これはもうクワイアなので多分和音で弾いたりすることも想定してるんじゃないかと思います。女性も同じくあいうおと4つに分かれてますね。といった感じで、これらがキースイッチというところでまとめてあるんですね。この上のフルクワイヤーっていうのと、メンズクワイヤー、ウィミンズクワイヤー、この3つが先ほどのクワイヤーのもので、このソロボイスっていうところは先ほどの女性のソロボーカルですね。フルクワイヤーズっていうのが男性女性がもうミックスされた状態です。で、これがキースイッチですね、ここ。キースイッチで変えられるようになってるんですね。で、メンズクワイヤー。
メンズクワイアの方はだからメンズだけの音域で入ってると。でキースイッチも同じ。でウィメンズクワイアが女性の音域だけになってますね。ということなんですね。でソロボイスフレーズでキースイッチマスターというんですね。先ほどのフレーズのプリセットがロードを全部し直さなくてもここのキースイッチに全部読み込まれている状態なんですよね。その分メモリーは使うことになるんですけれども、こうキースイッチで切り替えていけるんで、プリセットまたがっているものなんかもキースイッチで全部いけちゃうと。ここのボイスサスっていうのも先ほどのサステインのプリセットですね。でこちらのワーズというのは言葉が一緒で音程が変えていける。だからどこを押しても同じ単語を喋るわけですね。でこの言葉をキースイッチで切り替えていく。といった感じでこのワーズのパート1、パート2に分かれてるんですね。まあ、それだけプリセットが多いので、まあ、キースイッチが多くなってしまうんで多分分かれてるんでしょうね。といった感じで、ソロボイスとクワイアー系でだいたい大まかに2つ分かれてるという感じですね。というわけでちょっと今ざっくりとですねクワイアを打ち込んでみました。はい、これにちょっとソロボーカルを重ねてみますね。今これ Am で作ってあるんで、この Am ですね。ちょっとこれ入れてみます。うん、キーが合ってるとこうやってなんかちょっとずれてるんだけどなんとなくいい感じになりますね。まあちょっとあのずれちゃってるところは他の合う音に切り替えてとかっていう風にやればいいんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで
ちょっと今軽く打ち込んでみたんですけれども、なんかこれ実際仕事で使えそうだなって思うところがあって、まあ、こういうフレーズとかもこんだけたくさん入ってるんでかなり自由度は高いと思います。でそれを使っても、ああの音源だなって分かっちゃうようなこともないんじゃないかなと、まあ分かんないですけど、マニアックな人は分かっちゃうかもしれないですけど、私はこれ早いうちにちょっと使っちゃおうかな、早いもん勝ちみたいなとこあるんで、仕事で使ってみようかななんて思ってます。でちょっとこれ使ってみて思ったんですけど、このファンタジーボイスシリーズは別のボーカリストで出しても全然いいんじゃないかなと思うんですよね。今回のこれはこれですごいたくさんの音が入ってて、サンプルライブラリーとしては非常にありがたいんですけれども、これでまたちょっと声の違った人で同じようにいろんなパターンで入れてもらえると、まあだからボーカリスト違いですね、ファンタジーボイス2みたいな感じで、出てもいいんじゃないかなと私は思いました。いかがだったでしょうか。ファンタジーシリーズがですね、ストリングス、ブラス、木管と、パーカッション、そしてボイスと揃えました。単体でも購入できますが、コンポーザークラウドというサブスクに加入することによって、このイーストウエスト全部の音源が使えるようになるんですね。なのでこのファンタジーシリーズのみならず、その他の音源も全部使いたいっていうことであれば、コンポーザークラウドというサブスクで使ってみるのもいいんじゃないかと思います。デモ曲聞けば分かると思うんですけど、これで結構なファンタジー曲書けますよね。私もこれからちょっとこれを使いこなしていきたいと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。